はご立派、社会貢献がもっと。さあ始まりました、プラージュ TV 新潟フォンデリングの第47回目です。プラージュ TV が最近インターナショナルになったという噂を聞きましたが、本当だったんですね。本日のお客様は、中国からのお客様です。では早速番組スタートです。この番組は今の率直な若者たちの話を聞く中で自分自身を見つめ直すきっかけや自分自身の再発見ができればという番組です。また就職面接や職場、家庭での生活の中で自分を表現することの難しさを感じている若者たちへのエールとして、自分の素晴らしい点やセールスポイントを見出し、それによるセルフブランディングのお手伝いができればなと思っています。先週のお客様、小池龍太郎さんからのご紹介で、本日のゲストは、新潟大学経済学部に留学中のこの方です。自己紹介よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。はじめまして、中国からの留学生、王祖光と申します。今は24歳ですけど、去年の9月初めて日本に来ました。今新潟大学経済学部で勉強しています。そうですよね、大学4年生の時に1年間日本語を勉強して、それで日本に来てからまた今までに1年間日本語をずっと勉強しました。じゃあ中国の方で大学4年間行って、はい、で最後の1年日本語を勉強してこっちに来たんだ。そうですよね。すごい上手いけど結構頑張った。いや、そんなことないです。でも中国で1年間勉強した時すごく大変だった。その時毎日勉強して何もやらなかった。ずっと勉強して、もう日本語しかないです。もうずっと日本語の勉強だけしてきた。そうそうそう。はい、これはこれは去年の、学校の留学生の皆さんと一緒に長野に旅行に行きました。これはホテルで豊かを着て、温泉に行く前に撮った写真。みんなで撮って。そうそうそう。これも日本来てから初めて豊かを着た。浴衣よく混ぜてる。豊か順、浴衣ね。浴衣。でも留学生っぽいね。あれ、一人畳の上でスリッパがいるもんね。ちょっと気になっちゃった。目立つだね。これは？これは初めてのバイトです。バイト。こっちに来てから。そう、こっちに来てから今年の正月から自分で探してみて、やっぱり外国人として日本でのバイトを探すことは大変だったよね。大変だった。どんなことが大変だった？はい、言葉の。言葉の向こうの店に電話して、やっぱりご紹介とか、面接みたいなことを、やっぱり外国人日本語ダメですよねって6回ぐらい断られた。その言葉がちょっと通じないところもあってっていうだけで、あるいはもう終わりました、ありがとうございます。でもやっぱり多分言葉のせいで。ここは何のお店なの？ラーメン屋さん。おーラーメン屋さん。ちょっと CM して、バンダイ口前のヤサっていうラーメン。PR してきたね。行ってらっしゃいませ。バンダイ新潟駅の？新潟駅のバンダイ口。バンダイの方。バンダイの方の、はい、出入り口の、はい、なんていうお店だっけ？イヤサ。イヤサ？イヤサ。イヤサね。イヤサ。じゃあ今度行ってみよう。ぜひぜひ。王さん何時頃バイト入ってんの？いや、遅いですもんね。そうなんだ。北の方は、私の出身地は西安っていう場所。西安は雪もやっぱり降っていますけど、でもそんなに新潟と比べて全然少ないです。新潟の方が風も強くて、海の近くて風も強くて、そうね、傘もそこら辺は特にそうだよね。はい。で、冬だとちょっと大変ですよね。はい、どんなとこが大変だった？いや、雪だろうけど。雪だろうけど、傘とか。一回も氷で倒れちゃった。転んだ。院を卒業してからとか、はい、将来的には。やっぱり就職したいんです。どこで？どこでもいいですけど。
日本でもいいの？日本でもいいし、中国もいいし、うん、他の場所もいいし。あ、すごいね。全然そういうのこう抵抗がないというか、怖くないんだ。やっぱり世界は広いですから。あ、世界広いですから、まだ若いですから、いろいろ場所行きたいんです。え、じゃあ新潟で就職っていうのもあり？あ、可能性があれば全然いいです。おー、すごいね。はい、え、具体的な仕事としては何か考えてることある？やっぱり今専門は経済についていくと、自分もビジネスとか貿易とか興味を持っています。だから卒業してからやっぱり中国と日本の関係がある貿易がやりたいんです。あ、じゃあ、さて、来週のお客様を紹介していただけますか。バイヤーブライアンです。ニューヨークで生まれた、でもコロラド州デンバーで育ちました。日本に4年間半住んでいました。ALT 英語の先生。新潟の西区の7つの小学校で教えます。本当は5歳の時、私は島の興味があった。理由は思い出しません。でも5歳の時、島の興味があった。島。ある日、父さんは世界の地図見せてあげました。私は、これは沖島。ここに行きたい。日本だった。アイランドね。そう、アイランド。そう。アイランドの興味があった。へえ、それで、日本を見つけて、ここに行きたいと。そう、それ言った。そう、その後、8歳の時、私は、隣のトトロを見ました。初めての日本のアニメ見た。わお、その景色が綺麗、日本に行きたい。なるほど。あなたを日本へ連れてきたのは宮崎駿だったと。宮崎駿と島と、その後寿司食べました。美味しい、日本に行きたい。私は何年間、16、17年間スノーボーディングしていましたから、慣れました。全然大丈夫。全然大丈夫。わ、これはなんかでもデンバー、アメリカっぽい感じがする。 No. こちらコロラドちょっとみたいです。ロッキー山脈はこういうの感じ、ね、でもこれは長野県、長野県。これは千畳敷カールの頂上です。へー、中央アルプス千畳敷カール。私はスノーボードで滑った。そのコース滑った。それは伊豆半島の下田市の五石ヶ浜。バンジージャンプ。これなんですか、マンオブスティール？あ、違う。バンジージャンプ。初めてのバンジージャンプ、去年の11月。初めてペラグライディング。それは鳥取砂丘のペラグライディングです。キャニニングした時。はあ、キャニオニング。そう、沢下りです。キャニニングは沢下りです。船がない、そのウェットスーツとクライミングハーネスで、山の小川、下ります。下っていく。楽しかった。楽しかった。いや、ダメ、もう怖くてダメ。自然のウォーターパークですよ。また伊豆半島、ウツボの写真。どう？これ、近くです。これは伊豆タタド浜。これは鳥取。鳥取県のウルドメ海岸。ウルドメね。ウルドメ海岸。それは、本当は宮崎県の蔵王大鎌。あ、宮城県ね。宮城県。でも、山形と宮城県の県境のすぐ近く。村上城跡に行きました。村上城跡と長野県の高戸城址公園の桜は、ベストと思います。これは新潟です。新潟。これは、日通の金津。中野手もみじ園の近くの神社、会津若松城。そう、さっきちょっと聞いたもんだけど、天空の城の武田城。武田城ってどこにあるの？兵庫県の武田城です。兵庫県の武田城、1444年建設が終わりました。でも1601年終わった。一番やりたいのは、日本の旅行の番組を作りたいです。日本の旅行の番組。そう。それは、日本人に向けてではなくて、誰でもワールドワイド、ね、ワールドワイド。たくさんの人は日本と想像するとき、東京、広島、大阪、京都、長崎、ね、ばかりしか出てこない、と日本と想像するとき、高いイメージ、お金かかりすぎる。でも私はたくさんの旅行しました。ディスカウント旅行ができます。
ととても素敵なところをしている。それを素敵なところを世界へ紹介します。なるほど、いい番組ですね、うん、その番組の名前って決まってるんですか？英語で Traveling on a Dime。 Traveling on a Dime、 ダイムは硬貨ですよね。そうそうそう、アメリカの硬貨、世界の一番、そう、10セント、10セント硬貨、ね、世界の一番小さいの国家かな、うん、英語のことわざ3つがある、うん、Stop on a dime は Stop on a dime、 そう、すごい急ブレーキ、うん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 、すごい急ブレーキと、I don't have a dime、 お金がないの意味、 I don't have a dime、 そうと、 If I had a dime、 お金があった、うん、あったら、それをコンバインして Traveling on a dime、 意味は厳しい予算でも旅行が楽しめる、うん、素晴らしい。今その番組をブライアンさんはこれから日本でね、そうそうそう、作っていこうということで、うん、それを全世界に紹介していただきたい。全世界に紹介したいです。う、もう実はできたのは2つの番組作りました。なるほど、じゃあ、うん、ここに後でダダダダダダダッとね、うん、URL を出してお願いします。番組を皆さんで見ましょう、okay。 もちろん英語ですよね。英語ですね。英語です。英語の勉強になりますよ。うん、ね、英語の勉強になります。すごい野望を聞いてしまいました、うん、ですね。さあ、皆さんこんばんは。私、ベトナムから来たチュン・ヴー・アン・ジュンと申します。現在、新潟大学工学部3年生です。日本に来てからそろそろ5年間経ちました。5年間。はい。私の趣味は本を読むことと音楽聴くことと筋トレすることです。はい、筋トレですね。いや、カチカチやね。いや、恥ずかしいです。それで2年間は日本語を勉強するために東京に、はい、東京にいました。日本で勉強しようというそういう決意に至ったか。子供の頃から、うん、ベトナムのテレビ番組で日本のことについていろいろな紹介されました。ロボットのこととか、でロボット、アニメ、アニメーション、アシモ、アシモ、アシモ、これですね。そう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 、とかで日本の新幹線初めて見て、はいはいはい、ああ日本もすごいなと思って、うん、であと日本の文化、漫画とかアニメとか、うんうん、で歌舞伎とか見て、なんか日本のことを大好きになって、うん、で高校2年生になったら一応日本に留学することにしました。すごいな。だから卒業してからすぐ日本に来て、高校卒業してすぐ日本に来た、はい、なるほど。日本の食事でこれはね美味しい、テイストグッドというやつはありますか？うん、まずは寿司。まずは寿司。なるほど。とあとお好み焼きとほうほうほうラーメン。ラーメン来ましたね。ほとんど日本人の好みとねマッチしてますね。その向こうでね、ベトナムで見ている時のアニメで一番好きだったものは何ですか？あ、そうですね。初めて見たのはドラえもんだったけど。ドラえもん来ましたね。とドラゴンボール。あ、ドラゴンボールね。でも、はい、うん、ずっと前だから最近はワンピース、気になりました。ルフィですね。ルフィとか、はい、うん、チョッパー好き。いや、チョッパー可愛すぎて。チョッパー可愛すぎる。はい、でもゾロがかっこいい。あ、なるほどね。この増井さんがずっと、まあベトナムの学生と新潟大学との、はい、こうコンバインっていうかな、そのそうですね、うん、いろんなものをコーディネートしてくれていたんですね。今まで多分10年間以上、うん、すごい。それを先輩から、うん、先輩から話を聞いて、はい、で、彼と初めて会ったんですよね、はい、この時ね。そうです。どうでした、増井さんの印象は？うん、とても優しいおじいさんで、うん、まあ一人一人のよくなんか、なんていうの、関心を持って、うん、よく電話して、あなたは元気ですかと、なるほど、聞いてくれました。とても優しいおじいさんです。うん、これは、どこですか？これは、白山駅近くのカトラル、カトリック、教会です。あ、教会、はい、白山駅の近くのね。はい、
この写真にいるのは、うん、あの、まずは神父様、うん、あの神父様、はい、あの一番こうちょっと、今立ってる人です、ちょっとこう乗ってる人ですね、はい、神父様、あのメキシコ人の、 あの神父様です、あのフィデリアさんです、フィデリアさん、はい、へえ、なかなかチャーミングな女性ですね、うん、そうですね、可愛い人です、はい、そうですね、今1年半はとても早いから、うん、あまり時間がなくて、今できれば、まあ最初の目的は日本という先進的な国の教育、うん、受けた方からやっぱり挫折しているうちに、うんうん、まあ勉強のことを集中して、うん、いい成績で卒業したいです。なるほど。で他は今までまだできてないことは全部挑戦してみたいです。例えばそのできてないことっていうのはどんなこと？例えば今まで食べれない納豆どうしようかな、そう食べれないものをぜひあの日本出て、うん、出る前になんか全部食べるようになりたいと思います。はい、自己紹介ということでお願いいたします。グラシェフィレと申します。今新潟大学の工学部科学思想工学科の2年生です。よろしくお願いします。本当にですね、素敵な女性が隣にいて私もですねとっても緊張している状態ではありますけれども、もうこの30分どうなんだという気がしますが、新潟大学で、勉強しようと思ったその、まあ、きっかけというか、最初どのような、まあ、ところから新潟大学で勉強しようと思ったか、それをちょっとお聞きしたいんですが、はい、私の専門は工学で、うん、日本だったらアジアの中に、うん、最先端の技術を持っているので、うんうん、工学を勉強している人たちにとっては本当に理想の国でありますので、はい、だから日本に留学して、でもその前には1年間日本語を勉強して、東京の方に勉強して、でその後は新潟大学に入りました。で科学システム工学科、はい、ということで、今実際どんなこう勉強というか具体的にはどんな、今まだ2年生なので、うんうん、まだ基礎的な科学を勉強してて、3年生から、うんうん、いろいろ実験やって、うんうんうん、科学的な実験やりました、うんうん、なるほどですね。まあ、インドネシアから、まあ、日本に来られたということですけれども、はい、まず日本に来て の, その最初の印象というかどんな感じでしたか？日本は、うん、とても、うん、美しい国で、うん、どんな人でもとても親切だと思います。うん、おお、はい、新潟に来ての最初の印象ってのはいかがでした？新潟は東京よりはすごく寒いですね。夏の時も暑いし、その結構温度差が大きくて、うん、最初にちょっと、うん、体が弱くて病気になりましたね。でもインドネシアっていうのが私からするとすごい暑い印象があるんですけれども、実際暑さという点ではどうなんですか？暑さはほとんど1年間すごく暑いからあまり暑さが多くないし、うんうん、あ、はい、1年間同じぐらいに暑いってことですか？はい、そうですね。何度ぐらいなんですか気温は？26、27ぐらいですね。ああ、はい、じゃあ日本でいうとそれこそ6月、7月最初ぐらいとか、そのぐらいの感じですかね。はい、そうですね。ずっとそれか。そうすると確かに暑いな。うん、そうするとやっぱり冬はとても寒かった。とても寒かったです。で新潟って風強いですよね。はい、そうですね。うん、特に大学のこの辺なんていうのはものすごい風強いところですからね。はい、なんか歩いていてこう風に飛ばされそうになるとかそんな感じになりません？そうそう、ですよね。はい、まあ、将来、まあどんな方、まあ、将来という点では実際にはこれから、まあ就職とか、まあ、そういった部分になると思うんですけれども、まあ、その就職自体はインドネシア帰国してもしくは日本でというのはどのようにお考えですか？今大学卒業したらできれば大学院ちょっと、うん、進みたいと思いますが、うんうん、はい、その後は日本に就職したいと思います、ね。うん、日本の会社に就職をしたいと、はい、それはどのようなこう気持ちでなんですか？日本で就職をしたいというのは日本の会社と外国の会社ちょっと違います。
違う、どのような点で違うんですか？日本の会社の方が厳しいじゃないですか。厳しい、はい、そういう時間とか、うん、その何だろう、守らないとダメじゃないですか、うん、だから、うん、そういう今から日本の大学入るので、うん、そのうちに学びたいと思います、うん、ああなるほど。まあ実際に例えばその、まあ、会社の中であれば何時から何時までこう仕事をしなければいけないとか、はい、あと会社によってはこうこれこういうふうなことを必ずしなさいとか、そういう決まりがきっちりしているということなんですね、はい、なるほど。まあやっぱり自分自身のその研究としてのものを日本の会社で生かしていきたいということなんですね。はい、パトリック・ジュレーと申します。パトちゃんでいいですね。パトちゃんパトちゃんはみんな知ってる、パトリックはちょっと覚えにくいですから、まあ、パトちゃんにパトちゃんねしました。パトちゃん、コールミーパトちゃんということで、はいはいはい、なんでまた日本に留学しようというふうに思われたんですか？うん、まずは、日本に興味ある、うんうん、まあ、もちろん日本語に上達したいから。日本語が上達したい、うん、そう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 、まずはアニメと漫画から興味始めました、うん、あもうね、もう大体そうだよねうん、そうアニメと漫画、うん、で、さっきちょっとね、伺ったらモンスターっていう、あ、はいはい、ね、あの20世紀少年とか、うんうん、あのヤマラちゃんを描いた、うん、ね、あの作者の方が、うん、で漫画家がね描いてられるやつですけど、はい、それを見て、うん、すごい面白いと思って、うん、そうそうそう、あとは、うん、まあ他の私の町の近くに、展覧会に行って日本について、うんうん、まあ他の、日本文化について他のことも、興味を持った、うん、そう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 、うん、初めて日本語を日本で使うわけじゃないですか。そう、どうでした？ あとはその前も いろんな、うん、日本についてモンタリーを見たとか見てたフランスのテレビで、テレビジョン、うん、テレビでとかインターネットでもとか本も読んだ読んだ、うん、その時にドキュメンタリーとか見てて、うん、日本の印象ってどうでした？面白い、本当に文化が全然違いますから。ですよね、一番その日本に来てその文化が違ってね、うん、パトちゃんがすごくこうショックを受けたというかね、いくら一番こうびっくりしたことって何ですか？一番びっくりしたのは日本人の優しさかな。お、なんかすごいいいところでびっくりした、うん、いい印象ですね。あ、そうかそうか、日本人はやっぱ優しい、うん、そうそう、すぐ手伝う、もう迷っている時とか、うんうんうん、道に迷っている時はすぐ人が来て声をかけてくれる、うん、そうそうそう。さあ、それをですね、一番最初に、実は新潟大学にね来た時に実感する出来事があったということで、うん、実はですね写真一枚ね、あ、はい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 、見せていただいてますが、さあこちらの写真なんですが、今ここに写っておりますが、この写真、これなんどんな写真なんですか？実は、うん、新潟に着いたばかり、うん、ウェルカムパーティーあって、うん、その後他の留学生と、海辺に行こうって、うんうん、そして全然知らなかった人が、うん、花火をして、誘われた、からもう一度もうとても優しかったです。そこで花火をしている日本人の学生の方から声をかけてきた。まあ楽しかった、本当に嬉しかった、どうですか、もうすっかり日本には慣れました？うん、大体慣れた、慣れたと思います。さっき聞いたら、うん、箸がすごく上手に使えるっていう話を聞いたんですけど。まあみんな、外国人の箸を使っている時はすごいびっくりした、うん、箸使えるってだよね。だっていきなりさ、うん、このね、例えばパトちゃんが目の前にいて、うん、定食でさ、うん、箸使いだしたら俺やっぱりびっくりするもん、うん、ラーメン屋でこうラーメンするときに箸使って器用にやってたらやっぱりびっくりしますよね、うん、ですからね、うん、そうです。さあ、こんな風にしてですね、もう飲めや歌えや大騒ぎをしてるわけですね、うん、でも毎日じゃないですよね。はい、毎日毎日飲んでたらないですよね。ちょっとさあ、お、ああそれはすごく面白い経験だったりと。これは何？
総取り、下駄の総取りの準備。出ましたね。実は、信頼で、表現プロジェクト。表現プロジェクト、うん、という授業で、日本人の学生と留学生と、はい、一緒に、まあ、活動アクティビティをして、うん、やろう。今度は、まあ、総取りをやった。そして、まあ、新潟の文化についても、うん、勉強する、うん、そうそうそう、一緒に研究をする。そうそうそう。へえ。はい、これは、岩室祭りで、うん、岩室祭りの下駄踊り、うん、そう、うん、私は もしできれば、今年も、総取りのサイクル入りたい、うんうんうん、入りたい、うん、それで来年もまた踊り来ると。うん、そう、もしできれば。いやー、俺見に行こう。皆さんこんばんは。中国から来たリュウムーンと申します。みんなムーンで呼んでください。はい、ムーンさん、よろしくお願いします。わ、よろしくお願いします。ムーンさんですね。そうですよね。時々みんなの月さんと呼ばれることもありますけど。あー、そうですね。日本に来るのはちょっと偶然だと思いますけど、うん、偶然。そう、偶然、本当にアクシデントリーってやつですか。うん、うん、実は中国の大学入学試験の時、はい、うん、自分の専門が、うん、日本語を選ぶのが、これも偶然でした。あ、そうです。中国では日本語を専攻して、そう、2年間か、あ、勉強されてた。今までは3年になりましたけど、うん、中国では2年半くらい勉強してきて、うん、そして4月新潟に来ました。貴州省です。貴州省、南の方です。南の方、じゃあ比較的暖かい。暖かいですよね。うん、そっか。中国もね、広いですからね。もういろんなところ、やっぱり気候も違うし言葉も違うでしょ。そうです、すごく違います。なんか、うん、隣の町でもなんか、うん、お互いに分からない場合もあります。分からないことある。そう、まあ、日本も方言とかありますけどね。あ、白山公園って。白山公園か。そうです、これは白山公園の。そしてこれが、あ、またすごいな、生け花。あ、生け花です。うん、生け花を学校で、勉強している。そう、長岡です。長岡、うん、有名ですよね。有名ですよ、日本の三大花火。そう、ね、新潟一日ツアー。新潟一日ツアー。そう、その時いちご狩りに行きました。みんなが焼肉を食べて、うん、そして一緒に座って話しています。そう、チューリップ祭りの時、うん、なあ、素晴らしい、花がいっぱい咲いて。そうですよね。そう、自転車で友達と一緒に、うん、関屋の海辺まで乗って行きました。これはどこですか？佐渡。佐渡、はい、そうですね、あれは小野亀かな。あ、そうです、ね、有名ですよね。さあ、そんなムーンさんですけど、今日本語を勉強されていて、将来については、うん、今日本語を勉強していますので、やはりこの後も自分の日本語力もちょっと生かしたいと思いますので、うん、多分中国に戻って日本日系企業とか、うんうんうん、という仕事をつきたいと思います。そうだね、日本語をやっぱり勉強したのを生かして、日本と中国のね、架け橋になっていただいて、で、僕らも実際に中国のことをあまり知らないこともたくさんあって、実際に行って経験することが少ないので、ムーンさんは両方を経験された立場として、ぜひこう架け橋になってね、もしそんなに橋に なれるなら、まあ、自分も嬉しいと思います。うん、リュウムーン、リュウムーン、ムーンでいいです。はい、もしも新潟大学の近くでリュウさん見かけたら、気軽に声をかけていただいてもいいですか？皆さんから。お、嬉しいですよ。で、たくさん友達を作って新潟を満喫していってください。はい、ありがとうございます。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、真ん中のカメラに向かってさよならで締めたいと思います。はい、じゃあバイバイ。